おはようございます。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、今回はミスター M さんにですね、水分補給のタイミングと水分補給のね、コンディション、こういったものを答えていただきましたけども、なかなか分かりやすかったんじゃないかなと思います。水分補給もね、基本的には喉が渇いたら飲めばいいわけなんですけども、ただですね、トレーニングと効率的なマッチョ体型をね、目指すんだったら、やっぱりどうせなら飲む水とかね、水分補給の種類っていうのは、ベストなタイミングにした方がいいかなと思うんですよ。それで今回ね、やっぱ運動前に飲むとかね、運動中に飲むとか、運動後に飲むみたいなことを具体的にいただいたりとか、プロテインを混ぜて飲むとかね、その工夫っていうのもかなり、参考になったんではないかなと思います。やみくもに飲むよりも、こういうふうなね、アドバイスを生かして、効率的に飲んだ方がいいかなと。そして意識をすることですよね。水分補給が体を作ってるんだって意識だと思います。昔はですね、運動中に水を飲むなって言われたわけですよ。めちゃくちゃなことがね、まかり通ってたわけですよね。運動中に、私もね、部活とかやってました、中学の頃とかね。そしたら、その運動中に水を飲んだらダメなんだとかね、で疲れた時に座っちゃダメなんだとかね、いろいろありました。うさぎ跳びは根性がつくんだとかね。でもいろいろとね、変わるもんですよね。ということでですね、この水を飲むタイミングも将来もしかしたら変わるかもしれませんけども、今のベストと思えることをやっていけばいいのかなと思いますので、水分補給をね、しっかりとやっていこうかと思います。私もね、部屋の中にいるとお水を飲む機会って減るんですよ。ですので、運動に行くタイミングをなくさないようにしたりね、その際はこうやってコップを持って行ったりとかね、水筒を持って行ったりとか、分かりやすいのは500のペットボトルなんですよね。500ミリのペットボトルを持っていくと、どれだけ飲んだのかって分かりやすいですから、私はそういう風にしていこうかなと思います。今回もアドバイスありがとうございました。次回もよろしくお願いします。